どし懐かしい南の横。はい、5代目スケバンデカヒロシです。マジか。今日はですね、撮った、皆さんまた福岡天神で楽しいね、面白いね、かっこいいねなものをですね探していこうと思っております。はい、福岡名物この夢のメガネ天神海岸ビールから、はい、いいねを探しに行こうと思っております。はいはい、いいねを求めて福岡へ、はい、いいねを求めて福岡へ、いいねを求めて戻ってきた。なんか転がってきたぞ。なんか転がって帽子取れてる。何してんの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 。おー行った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 ね。おー行ったね。えそこで、あ行った。ヒロシローリング使っちゃうとですね。まだヒロシローリングって体力 HP 結構使っちゃう、はあ、ドラクエか。少しやっぱあの休憩させてください。はあ、あはい、あんまみんながこうなんか、うんうん、なんか穏やかに、うんうん、休憩する場所であったりダンスを練習する方であったりちょっと一服される方があったり ね、うん、いい憩いの広場だね。いい、うん、いいよね。ここでちょっとゆっくりさせてもらっていいですか。うん、ヒロシローリングやっぱりね。ヒロシローリングって何。ちょうどいい椅子と、あるね。お隣大丈夫ですか。今日もでも暑かったですよね。天神のね景色も。ヒロシ君、ヒロシ君、ヒロシ君、隣、ありがとうございます。おじさん、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 今回僕が見つけたいいねは福岡市役所西側にあるふれあい広場の裸サックスおじさんのどうぞどえ。今にも動き出しそうなリアルさのサックスおじさん。通る人をハッピーにするこのユニークなモニュメントは彫刻家黒川明彦氏による Please Request という作品。黒川明彦氏による演奏おじさんシリーズはなんと日本全国つつうらうら北海道から九州まで46から47カ所の公園や広場にいるとかいないとか。なぜ上半身が裸なのかというとその方が面白いから、とのこと。サックスの部分を灰皿にしちゃダメダメ。ということで福岡ふれあい広場の裸サックスおじさんの銅像に、